はい、マイクチェックオン。あ、どうぞ喋ってみます。あ、こんにちは。はい、こんにちは、波風です。今日はスペシャルゲストで、以前にもコラボをさせていただいた、トミーさんに来ていただきました。はい、トミーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。以前はありがとうございました。はい、ありがとうございました。結構前ですね。結構前ですね。はい、久しぶりです。恋愛トーク企画そうですねさせていただいて、はい、宮永瑛斗くんと3人で、はい、その動画のリンクも貼っておきます。よかったら見てみてください。はい、じゃあ今回は2度目のコラボ動画ということで、はい、ちょっとシチュエーション別で、コーデをお互いに男性目線、女性目線でお互いのコーデを試合1個するというスペシャル企画でございます。はい、はい、じゃあなかなか女性のコーデを考えるのはないですよね。ないですけど、うん、撮影とかでたまにバストアップぐらいだとあるんですけど、うん、確かに確かに私全くないです。初ですか。初ですね。楽しみですね。はい、楽しみです。なので今回は、僕の方のチャンネルでは、はい、鎌倉デートへ行っちゃおうとかね、鎌倉デートに行くならこのコーデで来てほしいみたいなコーデをお互いに組んでもらって、うん、はい、が組ませていただいて、それを1コーデずつですね、はい、コーデを作ります。で、トミーさんの方のチャンネルでは、はい、何でしたっけ。夜ご飯に、はいはいはい、洋服、そうですね、はい、夜ご飯に着ていきたい洋服をお互いにコーデを作り合うという、はい、選びます。なのでそれぞれのチャンネルでちょっと違ったシチュエーション別になっているので、うん、ぜひこちらを見た人はトミーさんのチャンネルもリンクを貼っておきますので、はい、そちらをぜひご覧ください。じゃあ早速選んでいきましょうか。はい、選びましょう。はい、はい、じゃあ行っちゃいましょう。お願いします。たくさん持ってきてしまいました。なんかちょいちょいインスタで見たことある洋服もありました。 ありがとうございます。めちゃ迷いますね。トミーさんが好きそうなのを持ってきました。あ、本当ですか。ありがとうございます。どうしよう、触っていいですか。どうぞ。あ、でもシャツのイメージありますね。シャツちょっと多めですね。うんうん、シャツいいですね。オーダーカットソー、はい、T シャツとかです。広げてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。それは袖が、あ、ちょっと切り返しになってます。いい、迷うな。なかなかこう男性の服選ぶってないですよね。うん、ないですね。今までないかもしれない。ないですよね。ないですね。黒のそれは、それ一番細めのスラックスです。うん、ストレートですね。ストレートで結構スタイリッシュな。へー、迷うな。鎌倉ですもんね。そうっすね、鎌倉。かわいいですね、チェック。チェックとか女性に人気かなと思って持ってきました。あ、でもこれもかわいい。チャイナジャケットです。うんうんうん、難しい。むずいっすよね。はい、とトミーさんの方のチャンネルでも1コーデあるんで。そうですよね。あ、それはニットベストです。後ろ可愛いですね。そうなんですよ。レディースもなんか私が着たい、ユニセックスで。へ、難しい。ナミさんはどういう洋服のいつも選び方、はい、ポイントとかあるんですか。ああ、
どうすかね、アイテムでも1点決めて、うんうんうん、そこから、うんうんうん、まあ、パンツかシャツかどっちでも、はい、そっちからそれに合うアイテムを選ぶようにしてますね。どうしてます、トミーさんの。でも私も今日このあれを着たいなって思ったらそうなんですけど、サイズ感が、私は背が低いから、うんうんうん、サイズ感結構選ぶときは大事にしますね。なるほど、大事ですよね、はい、サイズ感。そうですね、はい、はい、はい、じゃあちょっと選んだものを後ほど見せていきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ私も選ばせていただきます。はい、なんかガムが売ってるよ。ガム私のガム、アクセサリーアクセサリーガムが入っておりました。どっから出てきたんだよ。どっかから、ね、出てきたね、ゴムが。面白い、でもちょっとなんか触っていいか、はい、触っていいですか。全然触っちゃいけないもの触るみたいな感じになっちゃいますけどね。全然どうぞ。これとかは春っぽくていいですね。そうですね、結構、はい、原色のオレンジ。パンツ合わせるのがいいですかね、うん、これだと。私はパンツが多いですね、はいはいはい、うん、これ早速決まっちゃいそうだな。でも夜のご飯のもあるんで、夜ご飯だとちょっと大人っぽい感じとか、うんうん、ワンピースがでもトミーさんの服のイメージも多いんですよね、はい、あ、本当ですか。確かワンピース多いかもしれない。ワンピースにパンツ合わせてるの多いですよね、うんうん、多いですね。似た感じになっちゃうかもしれませんが、はい、まあ、それでもよしとしましょうか。はい、こういうアウトドアっぽいのもいいですね。はい、結構帽子結構かぶりますよね。帽子割と、ね、そうですね、かぶ、うん、らないで首からこう下げるとかもします。そんなしない。しないですね。もうかぶタイプ。はい、なるほど。いや、でもこれにこのブルーはよく合わせてます。合わせてますね。あ、ですよ。なんか見たことあります。うん、ありますか。となるとこれにしちゃうと全く一緒になっちゃうから、むずいっすね。結構。そうですね。難しい。白いパンツで。ちょっと爽やかめな色合いで合わせるとか、うんうんうん、これは難しいぞ。はい、夜ご飯デート、はい、これとかちょっと大人っぽい感じがなんかいいですかね、うん、夜のディナーは、うんうん、あとはシャツとか。下を何合わせたらいいか難しい。これにパンツ系とかですかね。男性に選んでもらうのもな、はい、あんまないから。あんまないですよね。はい、見たい人いるんかなとか思っちゃうんですけどね。逆に僕パターンは。うんうん、全然います。まあ、ご了承ください。そうですね。これはニットですか。それはニットですか。白系とかで、そうですね、レイヤードして、うん、ワンピースにそれで着たいとかもします。あ、いいですね、うん、ちょっと大人っぽい感じがいいな、うん、はい、これは鎌倉にしようかな。これは鎌倉で、靴も一応スニーカー、革靴、サンダルで選んでください。そうですね、サンダルにします。サンダルで。サンダルもいいんですね。サンダル私好きですね、男性の。私男性の短パンとかも好きです。あ、そうなんだ、はい、意外な。あ、本当ですか。はい、トップスどうしようかな。ミロ、うわ、もう想像可愛くなっちゃいますか。あ、ちょっと可愛くなりますね。そうですね、女性と会うときは割と来ますね。来ますか。可愛いって思われたい。そうですね、可愛いと思われたい。やばいっすね。でも可愛い、ちょっと可愛いって思っていただける。なんか女性的なテストなので、確かに。なんか女性が好きな感じかなっていうので、
白シャツとかに合わせますか？そうですね、白シャツか T シャツですね。そっか、その辺は T シャツですか？そうですね、その辺は T シャツです、うんうん、黒い和紙の T シャツと普通の T シャツ、うんうん、白 T とかですね。うん、黒に合わせたら変かな。黒合わせたことないですね。ないですか？でも T シャツ良さそうだけど。ちょっとごめんなさい、すごい広げちゃって。どうぞ。黒新鮮ですね。でも確かに、どんな感じなんだろう、着てみても全然。そうですね、着てみて違かったら変えても OK なんで。なかなか戸惑っております。難しい。なんかすごい重い、これパンツ。結構体鍛えれるぐらい重いですね。重いですね。でもなんかめっちゃいいですね、これ。こういうものは女性にいいかなっていつも思ってます。かわいい、これ。それに白シャツとか合わせてますね。結構太めなんですね。そうですね。私が履くとこんな、履いたらもう多分全部入っちゃうんじゃない。すごい身長の足の長さの違いが。よし、ぐちゃぐちゃにしちゃってる。でもやっぱさ、こうで今日、今待って、はい、夜デートってもね、今あ、夜ご飯ですよね。やっぱ夜ご飯で着てきて逆に NG パターンはありますか？なんか、わっ、なんでそんな服みたいな。なんだろうな、 NG パターン。でもなんかそのレストランとかに、うん、セラティデニムとかだとどうなんだろう、ちょっとカジュアルすぎちゃうかな。そのレストランにもよると思うんです。そうです、ね、全然居酒屋とかだったら全然いいんですけど。なるほど、ですかね。ちょっとカチッとした感じも欲しいかなと、うん、いいのかな。いや、勉強になります。いやすごい、なんか私はそんな感じかな。どうなんだろう、皆さんは。いや迷うな、ベストでも可愛いな。帽子、鎌倉だとちょっと日差しが気になるから。色合いは白かブラウンがいいけど、ちょいアウトドアなエッセンスもありなのかな。悩む。これがでもなんかボーイッシュな感じになるのかな、うん、これかな。はい、はい、じゃあ選び終わりましたので、早速トミさんの方に鎌倉デートに着てきてほしいコーディネートをお願いします。はい、じゃん、こんな感じです。いかがでしょうか。かわいいですね。ちょっと寄りで見てみましょう。はい、はい、じゃあ足元から、今日はちょっと雨の撮影だったんで、履いてきていただいたレインブーツで動きやすい靴を合わせています。でホワイトのパンツとオレンジで爽やかな色味で、まあ、鎌倉デートということで、ちょっとこう紫外線対策も、ノースフェイスの帽子でしております。はい、このコーデは普段します、はい、普段はでも意外と白パン合わせたことなかったかもしれないです。本当にでも結構合いますね。いいですね、うん、めちゃくちゃ合う。爽やかな印象です。そうですね、このワンピースは結構よく着ますね。かわいい。鎌倉デートでこう海とかも行ったりするときに、まあブルー系だとこう海の色とちょっと同化しちゃうので、はい、
そこであえてオレンジ色で爽やかめに合わせてみました。いいですね。帽子ありなしでもね、いいのかなとは思ったんですけど、うんうん、確かに一回撮ってみます。あ、撮ってみましょうか。はい、なしだと。なしもいいですね、爽やかで、うんうんうん、はい、こんな感じ。鎌倉もし行くとしたら帽子かぶります、はい、あ、でも夏とかだったら、うん、確かに必要かな。絶対かぶるって感じじゃないんですけど、はいはいはい、でも確かに夏は多いかも。日焼け防止で。そうですね。そこに黒いノースフェイスのでちょっとアウトドアなエッセンスを入れてみました、うんうん、はい、はい、こんな感じです。こんな感じですありがとうございます。ありがとうございます。はい、では私が鎌倉デートに着てきてほしい洋服を着ていただきました。はい、どうぞお願いします。はい、じゃーん、どうでしょうかなんか私がなんか照れますねでもすごい似合ってますね、はい、ありがとうございます。このコーデでも初めてです、うん、本当ですか、はい、白パンすごい可愛いですね。ありがとうございます。似合う。なんか鎌倉なので、はい、サンダルがいいなと思ったのと、このパンツをメインに考えてみました、はい、なるほど、はい、ジャケットは脱いでも、うん、脱いでみましょうか。そうですね、はい、確かに脱ぐとこんな感じです、うんうんうん、いいですね。やっぱなんか何て言うんだろう、シンプルで、シンプル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 イズベスト、はい、すごい素敵、はい、はい、はい、サンダル、そうですね、海、はい、に行くかもしれないので、うんうん、歩きやすいサンダルを選びました。で、パンツは白のカーゴパンツっていうんですか、これは。そうですね、ちょっとカーゴっぽい感じです、うん、はい、すごいこの色味がめちゃ絶妙で可愛いなと思うのと、オフホワイトぐらいの、はい、はい、で、このパンツに合いそうなシャツを選びました。チェックがすごい似合いますね。なんか女性が並ぶ時も、はい、並びやすいなっていうコーデ。そういうのもあるんだ。なんかすごい結構奇抜だとどうしようって思っちゃうけど、うん、この格好できたら絶対多分いいんですね。女性も喜ぶと思います。並びやすさっていうのは結構考えあんまりメンズは考えないかもしれないんで貴重ですね、うんうん、はい、はい、メガネはあった方がいいですか。そうですね、メガネは、はい、ちょっと黒の細めのフレームを選びました、はい、やっぱメガネ男子って女性は好きだと思います。知的な印象。そうですね、はい、ありがとうございます、はいはいはい、はい、あ、どういうでしょうかどういうちょっと喋ってもいいですか。じゃあ鎌倉にいる感じで喋りますか。はいあー、来たね、はい、鎌倉。そうだねそうだね江ノ電、江ノ電乗りましょうか、うん、乗りましょう、ぜひ、はい、茶番ですはい、ありがとうございます。はい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしょうか。すごいなんか意外でした。あ、意外でした、はい、難しい方ですね難しいですね、なかなかね、なかなか。いやでもなんかこうまた違った自分のコーデもこう女性目線だと違うコーデにもなって結構男性の視聴者さんとか参考になるんじゃないかなと思います。ということで、まあ見ていただいた方はぜひデートの参考にしてみてください。トミーさんのチャンネルの方でもシチュエーションを夜のディナーのデートのコーデということで1コーデずつそちらでもやっておりますのでぜひそちらにも見に来てください。はい、じゃあ またこういった動画はまた作らせていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします、はい、ということで次回の動画でもまたお会いしましょう。それでは、はい、アリー。